こんにちは、シャチパンです。ちょっと前にレグザの上位モデルの発表があり、こちらの動画でもご紹介しましたが、つい先日注意以下のモデルについても発表がありました。内容を見てみると、こちらにも大きな見どころがありましたので、今回ご紹介していきたいと思います。上位モデルと比較すると、例年注意モデルはそう大きくスペックが変わることはありませんが、今回はなかなか見せてくれました。それではどうぞ。 TVS レグザから発表のあった注意以下のモデルはご覧の5機種です。有機 EL が1つ、液晶モデルが4つです。 X がつくのが有機 EL モデル、 Z、M がつくのが液晶モデル、数字がグレードです。色分けしていますが、この2つが注意モデル、この2つが買いモデルの位置づけです。それでは2021年モデルからの違いを簡単に紹介していきます。違いは映像プロセッサー、パネル、OS、HDMI 2.1 対応です。まずは映像プロセッサーです。映像プロセッサーとは、映像の高画質化を司るエンジンチップです。今回ご紹介するモデルは全モデル共通で、 ZR2 というチップが載っています。以前ご紹介した最上位モデルほどのインパクトはなく、前年モデルの紹介料といった位置づけです。美肌フェイストーンは、黒ずみや白飛びをはじめ、照明などの環境光によって不自然な色となってしまった肌の色をカラーシフトし、人のイメージする自然な肌色を再現します。ネット動画ビューティーも従来から引き続き搭載され、ネット動画の特性に合わせてコントラストや精細感を向上させます。また低フレームレートのコンテンツも滑らかに再生します。チデジ AI ビューティーもネット動画ビューティーに似ていますが、チデジのノイズを抑制しながら高画質化処理するという内容です。その設定パラメーターは番組ジャンルごとに用意されており、従来はシーンや絵柄によって判別していましたが、最適化されています。ちなみにこの設定パラメーターは、映像屋さんが人力で入力しているというから驚きです。いずれも従来からあったものですが、今年はこれらの機能が重点的に強化されたと考えて良さそうです。続いてパネルです。有機 EL モデルは昨年同様の構成で、自社開発の放熱プレートを挟んだ構成です。ただし最上位モデルでは明るさ2割アップの記述がありましたが、本モデルにはないところを見ると、少なくとも明るさは最上位モデルより劣るかと思われます。液晶注意モデルは上位モデルでも搭載している量子ドットシートが採用されています。本モデル最大の特徴です。上位モデルではバックライトにサイズの小さいミニ LED が搭載され、高密度に敷き詰められていますが、従来サイズの LED と比較してコストが数十倍かかります。本モデルでは価格を抑えるため、通常サイズの青色 LED を採用しているのが特徴です。量子ドットは一言で言うと、サイズによって狙った光の色に変換することができるナノサイズの人工結晶です。本モデルでは青色ミニ LED の光を当て、従来よりも混色の少ない赤、緑、青の光を効率的に得ています。結果としてテレビの表示できる色の範囲が広がり、豊かな色彩で自然に近いカラーを実現します。注意モデルの採用は嬉しいですね。買いモデルは従来のバックライト構成です。ここは昨年モデル同様となります。続いて OS です。 OS は全モデル Linux ベースの独自開発 OS です。ここではレグザ OS と呼ぶこととします。ご覧のようなネット動画配信サービスに対応します。昨年のモデルではこれらのモデルが Android OS でしたが、今年はレグザ OS に戻してきています。そのため Android OS ほど多くの動画配信サービスに対応はしていませんが、代わりに昨年の Android OS モデルでは対応していなかった Netflix にも対応します。
それ以外にもバージョンアップ予定ですが、録画番組を LAN を介してダビングするレグザリンクダビングや、別の部屋のテレビでも録画した番組を視聴できるレグザリンクシェアにも全モデル対応となりました。おそらくはレグザにとって Android OS モデルがそこまで好評だったというわけではなく、レグザ OS の方がレグザらしさも残り良いという判断かと思われます。続いて HDMI 2.1 対応です。昨年は Android OS モデルであったこれらのモデルが対応でしたが、今年はしっかり対応してきています。なお 4K120p の対応端子は他社と同様2端子まで対応します。以上が2021年モデルからの主な変更点です。なお細かい点ですが、注意モデルのスタンドがレグザ初の回転式スタンドを採用しています。左右25度、あるいは15度水平方向に調整でき、視聴位置に合わせて角度を変えることもできますし、テレビ台の掃除や背面端子への接続もしやすくなります。今年は各社ミニ LED 量子ドットモデルの登場で注目を集めていますが、それはあくまで上位モデルに限ったことでした。上位モデルということで価格も高く、なかなか手を出しづらい方も多くいらしたと思います。そんな中、コストの高いミニ LED だけを通常 LED に置き換え、価格を抑えた量子ドットモデルの登場は、ありそうでなかった嬉しいモデルと言えるのではないでしょうか。さてこのモデル、価格はいくらなんでしょうか。それではモデル間の違いをご紹介し、気になる価格を見ていきましょう。まずは同時録画番組数です。全モデル2番組まで対応します。2番組の組み合わせは地デジ、BS 放送、CS 放送は録画可能ですが、 BS4K 放送、CS4K 放送は1番組までの録画となります。また Z770L はレグザ最大の特徴でもあり、根強い人気を誇っているタイムシフトマシンが搭載されています。地デジ6チャンネルを数日分丸ごと録画でき、好きな時に見ることができます。それから全モデルでミルコレという録画機能に対応します。ミルコレとは、効率よく見たい番組を探せたり、ユーザーの視聴履歴から好みを学習しておすすめしてくれる録画に強いレグザらしい機能です。ミルコレの魅力についてこちらの動画で詳しく実機を用いて紹介していますので、もしご興味があれば概要欄のリンクから参考にしてみてください。続いてコントラストです。 Z770L と Z670L は LED バックライトのエリア制御に対応しています。有機 EL やミニ LED ほどではないにしろ、画面全体を小さなブロックに分け、明るいシーンのみLED を点灯させることでコントラストを高めています。画質を求めるのであれば、この機能はあった方が良いでしょう。次に残像低減です。残像低減は倍速パネルまでの対応となります。倍速パネルは前後のフレーム情報から動きを予測し、補完フレームを生成することで残像を減らします。動きの激しいスポーツ映像もくっきり滑らかに表示、流れてくるテロップの残像も抑えて見やすくします。ただし昨年モデルにはあった黒画面挿入が今年のモデルから非搭載となりました。黒画面挿入は高い効果が得られる一方、画面の明るさ低下やちらつきの要因にもなったりするので、人によっては機能をオフにしている方もいます。続いてサウンドです。20W のサウンドは、底面に2個のバスレフ型のフルレンジスピーカーが搭載されたいわゆる一般的なテレビの構成で、特に特徴はありません。 40W のテレビはこの構成に加えて、低音を担うウーファーが搭載されています。ウーファーがある分、低音を感じることができるでしょう。昨年同様の構成です。 Z670L のサウンドは、昨
先ほどの構成に加え、上面に高音を担うツイーターが追加され、計5個のスピーカー構成です。Z770L は底面スピーカーが 2way スピーカー、それからトップツイーターの数が増え、計9個、75型の場合は計11個のスピーカー構成となります。上面にあるツイーターが音像を画面の中央に引き上げ、映像から音が聞こえるような効果が得られるでしょう。X8900L のサウンドは、底面にダブルフルレンジスピーカーと高音担当のツイーターが搭載された 2way のスピーカーシステムです。低音を担うウーファーがないのは残念ですが、パッシブラジエーターがついているので、ある程度低音を感じることはできるでしょう。昨年から構成に変化はなく、液晶モデルと比較すると少し見劣りするかもしれません。ちなみにですが、レグザの昔のバズーカウーファーはこれぐらいごついものでした。かつて武器としても使用されたことがあるようです。最後に価格です。55型と65型の売り出し時の市場予想価格を記しています。ラインナップが少し特殊で、Z770L と Z670L がインチサイズによって分かれています。Z770L は55型の大きめなモデル、Z670L は50型以下の小さめなモデルを担当した展開です。そのため、Z670L は50型の価格を載せています。これを聞いて気づいた人がいるかもしれませんが、今年のタイムシフトマシン搭載モデルは、昨年まであった50型のモデルがなくなりました。最小モデルは55型となります。価格的には、量子ドットを搭載したモデル含めて、他社と比較して特別高く感じるところはありませんが、昨年モデルと比較してみると、有機EL モデルは55型が25,000円ほど値上げ。下位モデルもモデルによっては1-3万円程度の値上げ。そして量子ドット採用のモデルは据え置き価格のものもあり驚きですが、タイムシフトマシン搭載のモデルは3-4万円ほどの値上げです。さすがに全てを据え置き価格とすることは難しかったのかもしれませんが、ミニ LED モデルの価格を見てしまうと割安感はあるかなと思います。さて、まだご紹介できていない部分はありますが、今年の新モデルの特徴についてざっとご紹介しました。やはり注目すべきはこのモデルで、現状10位モデルながら量子ドットを採用している唯一のモデルです。他社と比較して明確なアドバンテージがありつつも価格は抑えられており、ミニ LED モデルは高くて手が出ないと感じていた方も選択候補に入ってくるのではないでしょうか。量販店などでミニ LED モデル、量子ドットモデル、従来モデルを見比べて効果の違いを見てみるのも面白いかもしれませんね。全然関係ない話ですが、シャチパンのような色のない白黒は無彩色といい、量子ドットの恩恵が受けられません。それでもどうしてもシャチパンのことを圧倒的に綺麗に見たいって方は、白と黒のコントラストが映える有機 EL モデルやミニ LED モデルがおすすめです。最後に上位モデルを含めたインチ情報と発売日をまとめました。2022年7月初旬現在、ラインナップはこのようになっています。本日ご紹介したモデルはこちらになります。すでに上位モデルと下位モデルの一部は発売済みで、今月末には本日ご紹介した有機 EL モデルが発売されます。さらに翌月8月には本日ご紹介した量子ドットモデルも含め全ラインナップが出揃います。購入検討中のモデルがある方は参考にしてみてください。さて、今回の動画はこれで終わりです。レグザの注意モデル、いかがでしたか？まさかこんな隠し玉を持っていたとは、シャチパン含め驚いた方も多いかもしれませんね。今後の注意モデルのベースとなり得る可能性を秘めた本モデル、実力はいかほどか見るのが楽しみです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。
次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。